今回はコストコの桜鶏もも肉で親子丼作ります。食材切っていきます。玉ねぎ1個、根を取ってスライスします。次におネギ、青いとこだけ使います。こんな感じにカット。桜鶏もも肉を一口大にカット。調味料を合わせておきます。砂糖大さじ2、顆粒和風だし大さじ1、みりん大さじ4、お酒大さじ4、お醤油大さじ4、混ぜておきます。続きまして卵4個混ぜておきます。熱くしたフライパンに米油大さじ 1.5、 大体桜鶏もも肉投入。今日はちょっと中火。桜鶏もも肉焼けてきたら玉ねぎ投入。美味しそうに炒まってきたところで調味料投入。溶けてない砂糖もちゃんと入れとこう。 5 minutes later、 いい感じに煮えてきたところで卵3分の2を流し入れます。分けて入れて半熟感演出。ちょっと固まってきたら残りの卵を入れて蓋をして数秒見たら OK。 テーブルに移動しておネギを散りばめたら親子丼の出来上がり。ほかほかのご飯の上に乗っけていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。